こんにちは。PythonVTuber のサプーです。今回は PC 上でジョブを定期的に実行させるための AP スケジューラーというライブラリをご紹介したいと思います。Python でサクッとかけて業務効率化にも使える便利なライブラリなので、ぜひ最後まで見てみてください。 このチャンネルは Python やプログラミングに関する情報を発信しているので、チャンネル登録よろしくお願いします。またメンバーシップ会員しか見れない動画、ライブ、ディスコードもあるので、良ければメンバーシップのご検討もよろしくお願いします。 まず、この動画で取り扱う AP スケジューラーというライブラリでできることを簡単に説明します。この AP スケジューラーを使うと、自分の PC 上で何かしらのジョブを定期的に実行することができます。例えば、 10分に1回何かしらのウェブページをスクレーピングしてきて Excel にデータを書き込むとか1時間に1回休憩をしようという通知を PC 上に表示させるとかこういったことができるということです。ただし基本的に PC が起動している間だけしかジョブは実行されません。 当たり前ですが、PC をシャットダウンしている最中はそのジョブは動きません。もしも自分の PC がシャットダウンしている間もジョブを実行させたいと思ったら、基本的にはクラウドサービスを使う必要があるため、過去に出したクラウドランやクラウドランファンクションなどの動画を参考にしてみてください。ただ、クラウドサービスを使うのってお金もかかるし、設定とか難しそうだな。 PC が動いている間だけでいいから、サクッとジョブを定期実行させたいんだよなーっていう人も多いかと思います。そういう時は、ぜひ、この動画で説明している AP スケジューラーを使ったジョブの定期実行方法を参考にしてみてください。では、実際に AP スケジューラーの使い方を実演を交えながら説明します。まず、AP スケジューラーのインストールを行います。 pip install ap スケジューラーで ap スケジューラーというライブラリをインストールしておいてください。そして Python ファイルを新規作成して、ここに ap スケジューラーを使ったプログラムを書いていきます。まずは実行させたいジョブを関数として作ります。一旦 ap スケジューラーの動作を確認するため、簡単なジョブを定義します。 現在の時間と「こんにちは」という文字をプリント関数で出力させるだけの簡単な関数を作ります。まず、f r o m d a t タ t i m e i m p o r t d a t t i m e で d a t タ t i m e をインポートして defDisplayHello で DisplayHello という関数を作って、この中で プリント、まるかっこ、デートタイム、ドットナウ、まるかっこ、カンマ、こんにちはと書いて、現在の時間とこんにちはという文字列をプリント関数で表示させるという関数を作りました。これが一つのジョブだとします。 次にこの関数をどんなタイミングで実行させるかをスケジューリングします。今回は3秒に1回このジョブが動くようにしてみましょう。まず from. import.、fromapscheduler.schedulers.blocking、importBlockingScheduler で BlockingScheduler というクラスをインポートします。そして BlockingScheduler というクラスのオブジェクトを作成して Scheduler という変数に代入しておきます。 次に、このスケジューラーの addJob というメソッドを呼び出し、ジョブを登録します。この時引数に対象のジョブの関数を指定します。今回だと displayHello ですね。そして第2引数にトリガーを指定します。何秒に1回とか何分に1回といった特定の間隔でジョブを実行したい場合は、このトリガーをインターバルにします。 そのため、第2引数にインターバルという文字列を指定します。そして、3秒に1回ということを指定するために、セカンズという引数に3を指定します。これで3秒に1回ディスプレイハローというジョブを実行するというスケジュールが登録できます。 もしも3分に1回にしたいなら引数 minutes に3を指定して3時間に1回なら引数 hours に3を指定するといった具合です。また、id という引数にこのジョブの id を指定しましょう。id は何か適当な文字列を指定しておきます。今回は Hello3job としました。 最後にスケジューラーのスタートメソッドを呼び出して実際にスケジュール登録されたジョブを定期実行させますでは実際にこのプログラムを実行してみますそうするとこのように3秒に1回ディスプレイハローが動いているのがわかりますね関数に引数がある場合は アーグスという引数にリストで値を渡します。例えばディスプレイハローをメッセージという引数を受け取るようにして、そのメッセージもプリント関数で表示させるように変更しておきます。そしてアド・ジョブの引数にアーグスを追加して、3秒ごとに実行という文字列を要素に持つリストを指定します。これをまた実行してみると、 確かに、ジョブとして定義した関数に引数の値を渡すことができましたね。キーワード引数を使いたい場合は、アッジョブの引数、クワーグスに辞書でそれぞれの値を指定すれば OK です。また、複数のジョブを登録することが可能です。例えば、5秒に1回ディスプレイハローを動かすというジョブも登録してみようと思います。 これまでと同じように、スケジューラーのアドジョブを呼び出して、第1引数にディスプレイハローを指定して、第2引数にトリガーであるインターバルを指定して、5秒に1回という間隔の指定であるセカンズイコール5を指定して、ARGS には5秒ごとに実行という文字列の要素を持つリストを指定します。 で、ID は Hello5Job とします。このように2つのジョブが登録されている状態で、スケジューラーのスタートを呼び出して、これを動かしてみると、 確かに2つのジョブが動いていて、3秒ごとに実行と出力するジョブは3秒ごとに実行されるし、5秒ごとに実行と出力するジョブは5秒ごとに実行されているのがわかりますね。あとは特定の時間にジョブを動かすことも可能です。 例えば、20時18分に1回ジョブを動かしたいケースを考えてみます。その場合、スケジューラーの add ジョブを呼び出し、第1引数に呼び出す関数を指定するところまでは同じで、第2引数には、空論という文字列を指定します。そして、いつこのジョブを実行するのかを指定するのですが、例えば、20時18分だったら、hour という引数に20、m i n u t e という引数に18を指定します。 そしてこれまでと同じようにハーグスと、ID、を指定します現在時刻が20時16分なのですがこのプログラムを動かして少し待ってみますそうすると確かに20時18分にジョブが動けましたね。 このスクリプトを明日まで動かし続けているとまた明日の20時18分にジョブが1回動きます。このように AP スケジューラーを使うと時間を指定したジョブやある一定の間隔で動かす定期的なジョブを実行することが可能です。あとはこの関数を皆さんが実際に動かしたい処理に書き換えれば OK ということです。ここで少しだけ PR をさせてください。 現在、サップの書籍が発売中です。概要欄に URL を記載しているので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。ここまででは AP スケジューラーの機能を理解しやすくするために、ジョブの処理は文字の出力だけにしていたのですが、もう少し実際にこの AP スケジューラーを使うシーンをイメージできるようなジョブに変更してみようと思います。 例えば、1時間に1回 PC 上に休憩を取りましょうという通知を表示させるというジョブを作るケースを考えてみたいと思います。今回は PC 上に通知を表示させるためのライブラリー、NotifyPy というライブラリーを使ってみたいと思います。pip install notifyPy で事前に NotifyPy というライブラリーをインストールしておいてください。 また、PC 上で Python スクリプトから通知をすることが許可されている設定になっているかも確認しておきましょう。Mac の場合は、設定の通知を開き、アプリケーションの部分の Python のアイコンのノーティファクターが許可されていることを確認してください。Windows の場合は、設定のシステムの通知から通知自体が許可されているかを確認しておいてください。 まず、from notify by import notify で、notify というクラスをインポートしておきます。そして、今回、通知ジョブ用の関数、notify ブレイクメッセージという関数を作ります。で、この関数の中で、notify クラスのオブジェクトを作成して、notification という変数に代入しておきます。 で、その n o t i f y オブジェクトのタイトルという属性に通知のタイトルを文字列で指定します。今回はお知らせとしました。そして n o t i f y オブジェクトのメッセージに通知のメッセージを文字列で指定します。今回休憩を取れましょうとしました。最後に n o t i f y オブジ e クトのセンドメソッドを呼び出して通知を送信します。 これで休憩用の通知を行うジョブの関数は完成です。念のためこの関数を呼び出すだけのプログラムを動かしてみましょう。これを動かしてみると確かに「休憩を取りましょう」という通知が来ましたね。Windows の場合はデスクトップの右下に Mac の場合はデスクトップの右上に表示されるかと思います。 この関数の呼び出しは削除しておいて、あとは先ほど説明した通り、ブロッキングスケジューラークラスをインポートして、ブロッキングスケジューラーのオブジェクトを作成して、アドジョブを呼び出します。今回は第一引数が notify break message。 で、第二引数がインターバルを指定して、で、間隔ですが動画としてわかりやすいように5秒に1回の間隔にしようと思うので、セカンズに5を指定します。実際には hours に1などちょうどいい間隔を指定してください。そして ID にブレイクメッセージジョブと指定します。で、最後にスケジューラーのスタートを呼び出します。これを実行してみると、 確かに5秒に1回の間隔で休憩を取りましょうという通知が来るのが分かりますね。このように何か自分が定期実行をさせたい処理を Python の関数に書いてジョブを作ってみましょう。ここまでで説明したジョブの定期実行ですが一つ問題があって Python を動かしているこの画面をこのままにしておかないとプロセスが終了してしまうということです。 でも、間違って画面を閉じてしまうかもしれないし、いちいち Python が動いていることを気にしなくちゃいけないのは不便ですよね。そんな時は、プロセスをこのシェルから切り離した方が良いでしょう。通常、Python のプログラムを動かす時は、Python、Python ファイルのパスというコマンドで Python を動かしているかと思いますが、このコマンドを少し変更するだけです。 今回、動かす Python スクリプトのファイル名が script.py で、コマンドラインツール上で、そのファイルと同じ階層に CD コマンドで移動している状態だとします。Mac の場合は、ターミナルを使ってノハ、n o h a p p y t h o n p y t h o n スクリプトのパス、左に開いた山格好ログファイル、に左に開いた山括弧 &1、で半角スペースを開けてというコマンドを実行してください。 これで Python のプログラムが実行されて、標準出力への出力もエラーも指定したログファイルへ出力されます。また、この時、このように数値が表示されるかと思います。これは今動かしたプロセスのプロセス ID なので、どこかに控えておいてください。Windows の場合は PowerShell を使って、丸括弧、スタートハイフン、プロセスハイフン、ファイルパス Python パイソン -argument list パイソンスクリプトのパスイ -window スタイルヒドゥン -redirect スタンダードアウトプットログファイルのパスイ -redirect スタンダードエラーエラー用のログファイルのパス -pass through 丸カッコ .id というコマンドを実行してください。これで Python のプログラムが実行されて標準出力への出力はログファイルへ エラーはエラー用のログファイルへ出力されます。これを実行すると、今動かしたプロセスのプロセス ID が表示されます。これをメモしておきましょう。そして、このコマンドラインツールを閉じてみても、通知が定期的に届いて、ジョブが動いているのがわかりますね。また、この Python のプロセスを終了させたい場合、Mac の場合はターミナルで 半角スペースプロセス ID というコマンドを実行します。また Windows の場合は PowerShell で stop-process-id プ,プ,プロセス ID というコマンドを実行します。実際にこれを実行してみるとプロセスが終了して通知が来なくなりました。このようにプロセスを Shell から切り離すことで Python を動かしている画面を気にする必要がなくなります。 今回の動画は以上になります。AP スケジューラーはこれ以外にもいろいろな機能があるんですが、業務効率化というのが目的の場合、今回の動画で説明したコードで多くがカバーできるかと思います。ぜひ機会があれば使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ